お待たせ。やっほー。コンタクト入れます。メイクをしよう。先に、髪を乾かそうか。先に髪乾かしていいですか。うるさいですよ。
メイクします。左屋を見に公園に行きたいんです。左屋って主に何の公園の？チーム B なのでチーム B か8です。私がチーム B ってことも知らなかったのかな。チーム B って今何公演なんだろう。それは知ってほしかったな。2周投げ終わった3周目集めたらまた投げに来るね。ありがとう。今日なんか顔がむくんでる気がする。してやらない。みんな今日仕事じゃないの？仕事中見てるとか、それとも、あ、でもお昼だからお昼休憩か。
休みです。お昼休みの人が多いね。昨日は仕事中でした。今日はお休み？お昼は食べたのかな。なぜか今日はお腹がすか、空いてない。何がいいかな。じゃあ、エグを決めてあげる。お好み焼き。今なんかとっさに食べ物の名前が。お好み焼きが出てきた。自分が食べたいとかではなく、
眉毛を描いてるときって絶対無言。無言じゃないと描けない。違う感じでメイクしてたから、ちょっと真剣モードに入るわ。
今日暑い？やだ、外に出たくない。パサパサオイルをつけてなかった。今日の2回目は何時にしようかまだ迷ってるんですけど、また1時間くらい前に告知する。でも15時以降、温めて待ってるね。ありがとう。待ってます。告知が15時以降、配信するのが15時以降。
アイシャドウ変えてみる。告知は嫌、755。なんか最近メイク道具とかあんま買ってないんだよね。あんまり。変わりがないのかなとか思っちゃって。なんか髪色黒く見える。一応なんかブラウンみたいな感じだけど、配信で見るとね、黒く見えるよね。みんなど明るい方が好きなのかな、暗い方が好きなのか。
明るすぎない分。でもさ、夏だからちょっと明るめにしようかなとも思ったんだよね。もうね、最近さ、その舞台でなんかジュリエットとかやったりしてたから、そんな明るめにはしなかった。ギャルっぽく見えちゃうから、私明るいと思う。メイクもいつも濃いし、だから今回もそれでね、暗い方がなんか落ち着くなと思ったら、もう一回暗くしちゃえと思って、この間染めに行った時も暗めでお願いしたの。次はちょっと明るめにしようかな。最近なんかめっちゃいろんな人から、なんかジップのアナウンサーだった木島明日香さんに似てるって言っていただくことが多くて、めちゃめちゃ可愛くて嬉しい。わかるかな、みんな。木島明日香さん、なんか ZIP のお天気アナウンサーだったみたい。あ、そうそう、マリアにも言われたの、この間インスタの写真で、この間のインスタの写真がめっちゃ似てるみたいな。友達にも言われて、嬉しかった。嬉しかった。もうなんかジップのアナウンサーやめちゃったみたい。なんかゲームオタクらしくて、木島明日香さんが。YouTube をフォローしたんだけど、めっちゃね、ゲームと猫が好きみたい。でもゲーマーになってみたい。なんかゲーマーになったらさ、ファン増えそうじゃない？
最近ゲームの時代みたいなとこあるじゃん。私全くゲームしなくて下手だから、だんだんできてきた。あ、もう終わったと思った。全然終わってなかったわ。全然終わってなかったです。何が終わってなかったって。開けてもいいか。これもね、チークをね塗る、ちゃんとチークは血色感を入れるのにハマってて、アイラインを描いたかった。
メントはね来てないかと思った。なんかさ、まつげが私変なとこに生えて一直線に生えてないんだよ、まばらに。まつげ長くなりたい。よし、今日はかなりのんびりしすぎたぞ。あと、あと10分くらい。みんなみんなもうお仕事は始まってる？1時過ぎたから。決まってる人が多いのかな。
着物前髪が完成。あと3分だ。2分前になったら読みます。では読みます。1位ナーさん、2位カモちゃん、3位ラブイチゴちゃん、4位ピアノマンさん、5位セイタカくん、6位アキラさん、7位ピータさん、8位マコトさん、9位カッちゃん、10位アキリンコさん、11位ゴーさん、12位とオヤジさん、13位ガウールケイハンさん、ありがとう。また後で告知します。バイバイ。ありがとう。足止めといてください。日焼け止め塗ってる。ちょっと外に出たんだけどさ、すごい暑すぎて
すぎてもうこの音が癒し。暑い、本当に暑くて。この時間帯絶対ね、みんなね見れないだろうなって思ったんだけど、ちょっと今日お仕事の関係でこの時間と、あと夕方内側の電気消す。一方が。明るくなる。なんか選挙みたいな車が来てたからちょっと一回もオンにしちゃった。ショールーム中瀬の選挙、中瀬
みんなは今何中なんだろう。仕事？仕事の合間に見てるとか。50ひだちゃん完了しました。ありがとう、嬉しい。ももちゃんのファン。ロミオ。ロミオ。ロミオ。ああ。この胸、お前のせいよ。ここでお眠り。そして私をロミオの元に連れて行って。なんだこの惨状は。唐突なロミジュリ見ましたか皆さん。エイトの舞台は今日このあと大事な面接あるから応援コメント、え、頑張ってください。頑張ってね、大丈夫。楽しいこと考えて、楽しいこと考えたら絶対うまくいく。前向きにファイティン。まだセリフ覚えてるよ。じゃあ、あのバルコニーのシーン覚えてるかやってみるね。いきます。ああ、マスクを外すと、ちょっとロミオたまにやります。マスクを外すと思うままに思いを叫べ。ロミオ、ロミオ、あなたはどうしてロミオなの。モンタギュー家との縁を切り、ロミオという名を捨てになって。そうすれば私もジュリエットの名を捨てます。もっと聞いていようか、話しかけようか。私の敵といってもあなたの名前だけよ。モンタギューの名を捨ててもあなたはあなた。モンタギューって何よ。手でも足でもない、腕でも顔でもない。だから別のお名前に。名前って何よ。バラと呼んでいる花を別の名前にしてみても美しい香りは何も変わらない。だからロミオという名前をやめたところで素敵なあなたは素敵なままよ。ロミオ、その名を捨てて、そしてその代わりに名もない私を受け取って。誰、その口を隠したって声でわかるわ。ねえ、そんなマスクなんか取って。これを外していいの。これを外したらなんとかなんとか。もう手遅れよ。私もとっくにあなたのウイルスに感染しています。今の私は何を食べてもあなたがなきゃ味がしない。でもどうしてここが分かったの。マスクの代わりに夜の闇が私の顔を隠してくれてる。でなければ私の顔は真っ赤だわ。だってさっきの独り言を全部聞かれてしまったのですから。私だって決して活発なタイプじゃないのよ。人とぶつかるのは嫌いだし目立ちたくもない。でももう優等生ぶるのはやめる。愛してくれるわよね。はいって言ってくれるわよね。あなたを信じます。でも誓っても破るかもしれない。恋に溺れたバカチンたちが誓いを破っても神様は笑っているだけだって。ねえ優しいロミオ、私が好きなら心からそう言って。あの月にかけて。ダメよ、お月様にかけては。だって月って一月ごとに満ちたり欠けたり浮気っぽいでしょ。誓いなどいらない。どうしてもなら自分にかけて。大好きなあなたにかけた誓いなら信じるわ。ああもうそれもダメ、誓いをやめて。あなたとこうしているのは嬉しいけど今夜はまだダメ。あまりに早すぎ、あまりに唐突。光ったという間もなく消えてしまう流れ星みたいよ。ジュリエット何してるの？かっこセリカの声。はーい。大好きな人、おやすみなさい。この恋のつぼみは夢の中で見るあなたの笑顔の光を受けて、今度お会いするときは美しい花となっていましょう。おやすみ、おやすみ。私の胸の内にある甘美な安らぎがあなたの心にも訪れますよ。もう一言だけ。ねえ、次いつ会えるかな？わかった。あの公園。ああ、その時まで2周年あるみたい。もう一つ何か言おうと思ったんだけど。
じゃあずっと忘れたままでいる。ジュリエット、はい、今行く。見つかる、大変、もう行って。でも遠くには行かないで、小鳥のように近くにいてほしい。そうしてあげたい。でも可愛がりすぎて死なしちゃうかも。おやすみ、おやすみ、おやすみ、おやすみ。別れたくない。朝が来るまでおやすみを言い続けていたい。チュ、意外と覚えてた。意外とこの間やった舞台のセリフまだ覚えてた。今来た人はびっくりするよね。びっくりしたよね。めっちゃ覚えてた。あ、なんか見てる人あんまいないと思ったんだけど、ありがとう。見てたらコメントください。一人でセリフ言ってる人みたいなんてめっちゃ恥ずかしかった。Bちゃんは、 Bちゃんはセリフそんな多くないから覚えてる。何時までやろうかな。すごいね。あ、すごい、ももちゃんのファンがまだ見ててくれた。大西カッキーさん、すごい。ももろみひだじゅり最高です。いや、私はももちゃんにめっちゃ助けられたから。ももろみに、ももちゃんが本当にロミオみたいにうまかったから引き込まれて、ひだやもひだじゅりになれたんです。めっちゃ緊張したな。あの、本番は緊張しないんだけど、本番前とかめっちゃ緊張してた。それこそ稽古期間とかめちゃめちゃ緊張でセリフいっぱい飛んだんだよね。でアシスタントのリサさんに、人、セリフを読んでもらったりして、あ、もう絶対本番セリフ飛ぶじゃんって思ったけど、飛んだこと一回もなかったけど、滑舌が舌足らずみたいになっちゃった時はあったけど。そうなの。
私まだお昼ご飯食べてなくてめっちゃお腹空いたんですけどめっちゃお腹空いたからめっちゃお腹空いたからこれ食べようかな、これ食べようかな塩分やっぱ塩分ないとね死んじゃうから、高い、これ大好きなの、私のおつまみ。サケトバ好き？サケトバってさ、なんかすごいおつまみじゃん。でも めっちゃ好き。なんか酒のつまみって言われるじゃん。だけど今日お酒と食べないんだよね。酒とばって何のお酒に合うんだろう。お酒飲めそう。お酒はね強いんですけど、強いんですけど甘いお酒しか飲めなくて、なんか最近ハイボールに挑戦してるんだけど今飲んでたらやばいですよ。これは炭酸、レモン炭酸。酒とばってやっぱ日本酒とかが合うんですか？日本酒飲めるようになりたい。お寿司も大好きだから。え、お酒待って、強そう。お酒強そう弱そうってさ、どうやって、何雰囲気で決めてるの？私めっちゃ強そうって言われる時とめっちゃ弱そうって言われる時がある。強そうって言われる時の方が多いかもしれない。でも実際パパとママもめっちゃお酒飲めて飲めるから、私もなんか強いんですよね。ほろ酔いの缶のやつとかだと全然酔わない。ビール、ハイボール、日本酒あたりがやっぱ酒とばに合うそうです。これも好きです。ドロベ、これおしゃぶり昆布大好きなんだけど、おしゃぶり昆布の中でもトロベが一番好き。程よい硬さもあってちゃんと噛めるっていう、歯が疲れないっていう程よい硬さで、ちょっと食べてると柔らかくなる。味もちょっとなのかね、醤油、カツオのねちょっと味もする。美味しいんですよこれが。1袋58カロリー。他に売ってんのかな、これ。私はいつもドンキとかスーパーとかで。
でもね、おつまみって意外と塩分があるからむくむんだよね、夜食べると。だから昼間食べますとか言って夜多分ね、お腹すいた時に食べてるのよ。ほろ酔いはアルコール 3% だからたまに飲むけど、限定の出たら自分で買う。限定の、あ、たまにあるよね、限定のやつ。何時までやろうかな、何時までやったらいいかな。あ、夕方も。夕方。夜、あとね、これが17時までやったら2時間やったことになるから、残り1時間。なんか最近髪暗くしたけど、なんかめっちゃ明るくしたくなってきちゃった。酒とばあと1個だけいい？でも意外とこういうのって量が少ないんですよ。あとこれしか入ってない。今日は終わり。やっぱりおいしい。お酒飲んでないですよ。やっぱりみんなに言われる。これを食べてると普通に小腹が空いた時にこういうの食べます。
なんか最近充血がどくてさ、なんかすごいねメイクさんがね充血に効く目薬を貸してくれて、真っ白くなったの。また配信だとあんま髪が分かんないんだけど、なんかねこの角中がね充血してて、外国のなんかねホワイトなんちゃらみたいな目薬をつけたらすぐ白くなったの、目がね、コンタクトでなんか充血しちゃう人にいいみたいな目薬なんだけど、それを昨日ネットで即頼みました。いつもね必需品なんですけど、目薬はこれかマイディアを持ってるんですけど、これかマイティアなんだけど、ちょっとね充血には効かんかったので、雑誌の次グラビア見たい人にお名前書いていいですか？書いてくれんの？グラビアとか久々になんかその単語を聞いた。私グラビアやってたね、そういえば。真冬の時期に水着をやってた。3週50カウントできました。仕事に戻ります。またね、ありがとう。次はなんか18時、18時15分、18時15分からしようかな。18時、でもあと1時間半残ってるので、1時間15分残ってるから45分までやったら、18時15分から19時15分までやって、でその後1回切ってカウントできるよね、1回切って15分だけ。18時15分から19時15分。
よし、これでいこう。これでいきましょう。なんか眠くなってきちゃった。3時間空ければ3週入り。え、3時間？3時間参加は明けるのはね、次のお仕事があるから、ね、難しいかも。暑いね、水分補給してる。水分って1日2リットルぐらい取らなきゃいけないんだよね。でも私水があんまり好きじゃなくて、炭酸、無糖の炭酸水ばっか飲んじゃうんだけど、でも無糖の炭酸水も酸が抜ければ水だからいいのかな。朝は白湯飲んでるよ。すごい田中みな実さんみたい。私もなんかすごい美意識高い人たちってみんな白湯飲んでるイメージだったから、白湯飲まなきゃって思ったんだけども、炭酸水が好きすぎて朝から炭酸水を飲んじゃうんですよ。アクエリカポカリの大きいの
アクエリとかサポカリってあの糖質っていうか砂糖が多いんだよねっていうのを見てからあんまり飲まなくなった。意外とね、でもジュース大好きなんだよ。ジュースが大好きなの。だからダイエットしててもジュースはやめられない時があった。最近は炭酸水で我慢してるけど、炭酸水は食べ物の消化に良いらしい。そうなんだ。田中みな実さんって炭酸水飲んでなかったっけ？そうなの？そうなんだ。それも知らなかった。ジュースは飲まないようにしてる。それがいい。私はね、飲んじゃう、たまに。たまに飲んじゃう。でもね、炭酸飲料から炭酸水に変えた。絵は彩香もなんかフレーバーのゼロカロリーの炭酸水に変えるとさ、普通に変えられるよね。それでは45分配信でした。あと4分だ。あと4分だけど、ランキングをそろそろ読みたいと思います。ありがとう、来てくれてみんな。こんな絶対仕事を真っ最中な時間に、ね、明日は夜できると思うので、明日は夜たくさんする。ありがとうございました。あ、読まなきゃ。1位ナハハンさん、2位カモちゃん、3位ナオヤックスさん、4位ピアノマンさん、5位セイタカくん、6位アキラさん、7位ピータさん、8位もう少しねさん、9位かっちゃん、10位ラブイチゴちゃん、11位マイさん、7位アット MIUD さん、12位キャプテンアクアさん、13位ヨシさんです。ありがとう、みんな。ありがとう。20位まで読もうかな、じゃあ。せっかくだから。14位、まことさん。15位、フォレスト系男子さん。16位、ロジックさん。17位、刀剣太郎くん。18位、ゆきひろさん。19位、村木さん。20位、ジェームス・サトシ、かっこかりさんです。ありがとう。今回はランクインできた。ありがとう。こんな時間にみんなお仕事だよね。ありがとう。イベント頑張ります。次の配信でラストなので、今日は18時15分から19時15分まで、でその後1回切って15分カウントしようかなと思ってるんだけど、それって大丈夫、合ってるかな。これ1時間やろうと思ったんだけど、なんか人があんま来ない感じがしたので、まあ、夕方の方が来るかなと思って、まあ、19時15分までやった後に1回切って15分配信で、どうですか、大丈夫かな、合ってる。15分頑張ってください。ありがとう。
なんか初めての人がなんか多かったから、ぜひフォローしてまた見てください。ありがとう。みんなこの後お仕事なのかな、頑張ってね。ありがとうございました。バイバーイ。こんばんは。ちょっとメイク直ししてみよう。
どうみんな三週の家できそう？隠れてました。なんかメイクこの後お仕事だからメイクもう一回やり直したい。もう一回やり直しました。まだ途中なんだけど。最近お水を飲むようにしてます。見て左とも。劇場でスタッフさんが書いてくれたやつ。左とも。このサイズいいよね。300ミリ。やばい、めっちゃ鏡汚い。こういうとこですよ。女子力ないのバレる。最近このリップ買ったんだけど、なんかスクラブみたいな砂糖みたいの入っててザラザラ出て、それがね唇のなんか乾燥のとか縦じわをなくしてくれる。でもなんかスースーするから、スースーするリップが好き。何でもスースーするものが好き。うん、なんかね、あ、多分食べちゃダメなんだけど、
あ、でもリップだからちょっとはこうやってやっていいのかな。なんか甘い。ちょっと甘いかな。ちょっと甘いです。甘いです。ちょっと甘いです、このリップ。誰の真似だ。誰？みんな多分投げるのが必死でコメントしてないんだな。そう、これ今日最後の配信。お水貯めてきます。ありがとう。明日はもう夜中じゃない。夜中じゃない、夜ちゃんと夜やたくさんやりたいと思っている。でも全体のお仕事が入るから10時ぐらいにそれが入るからその前にやりたいねって感じかな。うん、お仕事戻ります。頑張れ。みんなはお仕事終わった？ちょっと終わったって。ギフトありがとう、みんな。ギフト投げてくれた人も呼ぼう、読もうかな。
お仕事終わった、おめでとう。あ、おめでとうじゃないな。なんでおめでとうって言ったの。お疲れ様。お疲れ様です。速攻で帰ってきました。私のために、配信のために、ありがとう。これが多分ラスト配信になっちゃうので、なるので、お願いします。どうか。公演見てファンになりました。嬉しい。チーム B 公演、チーム B 公演ですか。電気こっちにしようか、こっちのが白く見えるか。最近女の子のファンがたくさんね、増えてくれて嬉しい。どこでみんな私のこと、公園か、やっぱりチムビー公園とかかな。最近いっぱい出てるから、今日さ急いでメイクしたらさ、昼間めっちゃ目が濃くなっちゃったから今薄くした。なんかのぼせたのかな、なんか頭が痛い。熱中症？ちょっと今日外出たんだけど、久々になんか外出て歩いて、アイドルの夜明け公演で見ました。友達に誘われて初めて、初めて劇場に来たのかな。アイドルの夜明け、嬉しい。ゆっこさん、お母さんありがとうございます。またアイドルの夜明けだね。夜明けが6月5日はもう終わっちゃったかな、もしか。でも4月じゃない。今日やばいな。6月中にたくさんあるから、みんなもいっぱい来てください。また会えたら嬉しいな。ね、でもさ、劇場って多分近いから感動する人が多いみたい。普
通に私のプライベートの友達も今度見に行きたいって言ってた。だからスタッフさんに言うよみたいな話したんだけど、私がアイドルしてることにねびっくりするんだってもう8年もしてますよってね。8年間、8年ってすごくない？もう8年経ったんだ。私普段もこんなアイドルとしてキャラとかは全然作ってないから、どういう感じ、なんかどういうキャラですかって言ったらこんな何も変わんないんだけど、何も変わんないんだけども、やっぱ友達はあやかがアイドルしてる姿にめっちゃびっくりするんだってブリッコしてくれてもいい。でも最初は、え、聞いて、みんな聞いて聞いて、最初はなんかミルキーさんとかなんか可愛いなみたいな思って、握手会があった時になんか検索したの、握手会人気出る方法みたいなすぐ調べるから私って。でなんか人気みたいなネット、なんかミルキーさんとか出てきて、なんか握手会レポみたいな、なんかファンの人が載せてる人がいっぱいいて、ブログみたいなので、でなんかすごい釣り師みたいな、ミルキーはやばかったみたいな、もうこれはまた行きたくなるみたいな、よし私も釣り師になろうと思ってブリッコしてたのよ。最初はチームエイトの握手会で一人ずつじゃなくてエリアごとにこう並んで、なんか関東エリアを選んだ人は関東エリアのみんなと握手できるみたいな、その時は握手だったので、そうで関東エリアの握手です、来てくれた人とかになんかその調べたやつはもうセリフのように言ってた時期があったけど、もう本当に2回目ぐらいでやめました。あ、自分はブリッコするのマジで無理だと思って悟って今に至るけど、まあ、何事も経験ですよね。経験ですし、なんか何だろう、あざと可愛くっていうのも何だろう、公園来てみたいなはやってはいいと思うけど、なんかね自分を偽ってまでね握手をするのはねちょっと無理だなと思ってやめました。そう、釣られたい。でも釣ってほしいって言ったらあざと B ちゃん出てきますけどね、多分うん、あざと B ちゃんを出すけどね。でみんなそういうの好きじゃん。もう握手会っていうのがめっちゃ懐かしいよね。お話し会だもんね今。握手会でファンになる人は多いけど、お話し会でファンになる人って少なそう。
思わない？ショールーム配信で初めて見た時に釣られた。私ショールーム配信で釣られる？お見送りの時に釣られたい。いいよ。公演のシーンめっちゃ面白かったから左や。これからバラエティー班で。こないだもそれ最近言われるの。でも私ってトーク自分で下手だと思ってんの。だからあんま喋りたくないなと思って、エイトの時はツアーとでももうどうぞどうぞみたいな感じだったけど、でもチーム B でほらいっぱい喋る子っていうのがあんまりいないじゃない。そうだからだし、結構年上の方だし、ナーミン支えなきゃ、キャプテン支えなきゃってなって、なんか喋るようになったらこうやってね面白いって言ってくれる方がいっぱいいて、これから喋っていこうかなとか、まあ、なんか楽屋芸人って言われてるけど、どうなんでしょう、楽屋芸人なんでしょうか。楽屋芸人なの私は、果たして。それはみんなに聞いても分かんないよね。確かに楽屋は見たことないから。みんな褒めてくれて泣きそう。泣かないけど、ダイヤは面白いよ。面白いなんかたまに滑る時もあるけど、でもみんながこうやってなんか褒めてくれて、なんか照れちゃう。褒められるの好きだから照れちゃう。くとめちゃん卒業までの2ヶ月。2ヶ月もあるの？やった。福留はずっと私の家に来たがってるから。でも私のここの家にエイトメンバーを連れてきたことは唯一七瀬だけしかいないので、第2番が福留になるのかな。隠してないけど、なんかプライベートをあんま人に見せたくなくて、したくないっていうか、プライベート結構なんか自由人だしプライベートはなんだろうな、地元の子と会うことが多いので。メンバーとはめっちゃ連絡は取るんだけどね。なんかほら個々の仕事とかでさ、日程が合わないのよメンバーだと。だから結局ね、遊ぶときは地元の子になっちゃうんだよね。
でも七瀬は、七瀬はね、可愛い。同じだけどね。疲れてて、私より先に寝てお風呂上がったら七瀬爆睡した。してなんか独り言言ってた。寝言言ってた。寝言言ってたよ。あとパクチーが私苦手なの。マグナセってパクチー好きじゃん。パクチーの美味しさを本当にもう教えてほしい。あ、そう、カップ麺をね、私がね、沸かしといてあげてたね。もう時間が経ってね、カピカピになっちゃって、結局私がもったいなかったから。七瀬が止まれちゃった。え、パクチーさ、え、でもタイ料理ね、好きなんだけど、マジでパクチーだけのく、パクチーなしにする。パクチー苦手な人多いよね。カップ麺にパクチー入れてた。やば。でもね、リパクチーって遺伝子的何？遺伝子的って何？遺伝子でダメとかあるの？パクチーラーメンの美味しいお店があるからおすすめしたいです。知りたい。教えてください。カラカラウオ、懐かしい。カラカラウオのラーメン食べたい。お腹、今日私何も食べてないんだよね。バタバタしちゃって、だからフラフラするのかな。そう、今日ね何も食べてない。またお腹鳴る、またお腹鳴る、やだ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 、お腹鳴る。あれ、なんなかった。あ、なんだ。もうやだ。
嫌です。でも昨日夜中にスープ飲んじゃって顔がむくんでたから今日は控えめにしなきゃなとは思ってたんですよ。だからこれでいい、これでいい、偉い、あやちゃん偉い。でもさ、寝るときってお腹がグーってなって寝るのが一番いいらしいよ。知ってた？お腹がグーってなって寝るのがいいみたそう、寝れないの。だから昨日はお腹鳴っちゃって、でもこれは食べろってサインじゃんって逆に思っちゃって我慢できなくてスープ飲んだ。ちゃんとスープにしました。うん、ちゃんとスープにしました。辛くないですか？スープにしたところ、細くないの。私5キロぐらい太ったの、痩せてた時から。ガリガリだった時から5キロ太った。2年前くらいに、うん、めっちゃ痩せたけど、その時はめっちゃ心配されたんだけどね。まあワンちゃんとかが亡くなって食べれなくなったっていうのがあったけど、でも細い人の方が好きなんだよね、男性の皆さんとは違って。あれは痩せすぎ、あれは痩せすぎと言われてしまったよ。それは痩せすぎだったみたい。今細い、今くらいがちょうどいい。今年の目標は、でも筋トレは頑張る、筋トレを頑張ることかな。筋トレは頑張って、筋トレするとね、良くなる。なんか同じ体重でもなんか締まって見える。でも本当にやろうとして、なんかやる時が一番嫌なんだよね。やる前が、やっちゃえばあなんか楽しいってなるんだけどみたいな。1日目から2日目3日目が辛いくて、はぁって泣いてしまうよね。始めよう、始めようか、みんなで頑張ろうか。うん、頑張ろう、みんな。
とね、最近ね、髪質がいいってメイクさんに褒められるの。でも自分ではね、めっちゃギシギシだなって思うんだけど、変わってんのね。プランクめっちゃいい、足パカとプランク、みんなよく知ってるね。なんで知ってるの、プランクとか足パカ。でもさ、その2つがめっちゃ効果あるよね。すぐわかる、わかる。すごい、毎週トレーナーついてる、すごいな。すごいじゃないですか。レッスンの時は筋トレしない、しないです。サウナね、行ってるんだよ私。結構サウナは行くんだけど、乾燥だ、乾燥するからクリーム。夏だけど乾燥するよね。サウナさ、この間めっちゃいいとこを見つけてしまって、まあ、それはもちろん言わないんですけど、みんなが来てしまうから。もうね、めっちゃ整うの、通うと思って、絶対通おうと。サウナ好きってどこかで見たことあるけど、結構ね、サウナ好きって言ってます。うん、ポロッと言って嫌だ、絶対嫌だ。そしたら私行かない。言っちゃったら絶対行かない。しかも最近個室とかあるよね、個室サウナとか。サウナは一周入る、私一周最近入れなくて、一周最近入れないの。でもさ、みんなサウナ好きそうな人いっぱいいる。好きそうじゃん、みんなサウナ。どう？え、水風呂がさ、でいいんじゃん、サウナって。それはね、まだね、サウナの魅力に気づいてないね。行ったことないの？絶対行った方がいい。私ね、人がいると無理。なんか混んでるサウナかちょっと無理。
なんかもう、しかもメンバーと、メンバーっていうか友達とかともあんま行きたくなくて、一人がいいの、サウナは。もう無心になりたいから、超マニアが言う発言なんだけど、あの整ってる時無心で何も考えたくないから一人がいいの。でも最近若い人にサウナ流行ってるみたいよ。私巻くのすごい下手なんだよね。上手になりたいです。最近さ、一つのことにしか集中できなくて、なんか同じ、なんだろう、二つのことを一気にやろうとすると手が動かないんだよね。みさとみなれラジオ岩盤浴一緒に行こうって、あ、言ってたね。私は言ったんか。いつか行きたいですね。
とみなちゃん、さとみなちゃんと言ったら面白いことになる。さとみなちゃんってどういう子なんだろう。まだね、まだ私つかめてないんですよね。でもツイッターとかめっちゃおもろいよね。髪巻くの下手すぎて笑った。これお仕事なんでね。なんか適当に巻いたら変なになった。まあいいか。15分までです。あとちょっとです。でその後切って、またやります。カウントだからみんな帰らないでね、終わっても。
髪伸びた？伸ばす。でも今ぐらいがベスト。伸ばしたい。すぐ切って。始めればいいか。じゃあ一回読みます。1位かもちゃん、2位なふふんさん、3位ピータさん、4位かっちゃん、5位チップ&デールのはやたさん、6位キャプテンアクアさん、7位のぶさん、8位ようじろさん、9位プリンさん、10位ハーマンさん、11位ピアノマンさん、12位なおやっくすさん、13位ハルキーさん、20位まで読みます。14位まことさん、15位せいたかくん、16位グッシーさん、17位はまじろうさん、18位あきらさん、19位 YK さん、20位カートさんです。ありがとう。スクヨタイムは次の枠、この後の枠にするので、みんな書いないでください。カウントお願いします。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 って50カウントだって。50カウントでお願いします。次は15分だけします。カウント枠で、この後もすぐこれ切ったらもうすぐやるから、だからかやらないでください。では後ほど。カウントタイムがやってまいりました。前髪ちょっと切ろう。前髪切る。なんかね、たまにね、長い毛がいるんだよね、こうやって。この目の上がいらねえんだよな。こうやって切っております。大雑把な目。あんま変わんないでしょ？もうね、目の上がね、長いんよね、いつ。ちょうど良くなったんじゃないかな。まあいいでしょう。ちょっと
今の前髪の長さがベスト。なんかね、このぐらいまでにするとね、眉毛までにすると私はなんか微妙な感じになっちゃうの。なんかめっちゃ差が開いてん、差が開かれてる、差が開かれてる。なんで、なんでだ。30分まで、うん、30分までです。メール用の写真撮った。みんなすごいカウントしてくれてる。ありがとう。すごい、なんか200人も見てくれてる。カウントって何カウントまでできるんだっけ。50だっけ。50までだ。ちょっとね、30分前に終わるかもです。急ぎなので。2分前くらい。ギフトもいっぱいありがとう。じゃあギフト投げてくれた人読みます。ピータさん、ナハハンさん、カモちゃん、ノブさん、大粒ちゃん、チップ&デールのハヤトさん、ありがとうございます。あ、スクショ、そうだ、近い方がいいのかな、これ。タイムです。
でしょ、この服。ファンの方からもらったやつです。近くにいた方が明るい。ありがとう。じゃあちょっと早めに終わっちゃうけど、メール送ります。 SNS 更新します。今日の配信ありがとう。明日はまた告知するので、今日中に。明日も夜10時くらいから家でお仕事が入ってるので、ちょっとどうなるかわかんないんですけど、まあ告知はします。じゃあ読みます。1位かもちゃん、2位ながはんさん、3位上とっち、4位ささきよさん、5位せいたかくん、6位のぶさん、7位チップアンドデールのはやとさん、8位ピータさん、9位いっせいさん、10位ななたさん、11位アレキシさん、12位かなぴーし、13位あきらさんです。20位まで。14位キャプテンアクアさん、15位まことさん、16位カワシューさん、17位情報技術研さん、18位ガンサユーティーさん、19位香港のジェイソンさん、20位ライシさんです。ありがとう。じゃあみんな明日もよろしくお願いします。ギフトとかたくさんありがとうございました。